ラスカー山とは南アメリカ大陸のアンデス山脈に存在する山の一つである。清掃火山の一つとしても知られており、現在も活火山である。なお、行政区分ではチリの北部のアントファガスタ州に属する。ラスカー山はおおよそ南位23度22分、成形67度44分に位置する、安山岩やデイサイトからなる清掃火山である。ただし、 現在の山体の下には少なくとも6つの山頂が存在していたとされ、それらは後から噴出した火山性の噴出物によって覆われて、山は現在の形となっている。なお近年は主に山体の北西斜面から溶岩を噴出することが多い。つまりその下の山肌を覆っている最中であるということもできる。 ラスカー山で最も大きな噴火が起こったのは今から26,500年前であると考えられている。そして9,000年前にも大量の火山灰を噴出して周囲に撒き散らしたとされている。ただし、ラスカー山の噴火の文字記録が残っているのは1848年以降のことである。これ以降、ラスカー山は中小規模の噴火を 断続的に繰り返していることが記録されている。また、噴火の際はラスカー山から数百キロメートル離れた場所でも後輩が記録されることもあった。そして現在でも、世界的に見ても、比較的活発な火山活動をしている火山の一つとして知られている。最近起こった特に大きな噴火の例としては、1993年の噴火が挙げられる。 この噴火では火砕流が発生し、火砕流は山の北西約8 5トルまで達した。また、この噴火によって火山灰も撒き散らされたわけだが、ラスカは山から1 6 0 0トル以上南東に位置するアルゼンチンの首都ブエノスアイレスでも荒廃が記録された。2014年現在において最後の噴火記録は2013年4月に起きた噴火である。 ありがとうございます。